動画をご覧いただきありがとうございます。ニーヤマッスルでございます。今日の動画のテーマなんですけれども、こちらですね、ポケットトランペットの紹介というか吹いてみたっていう感じの動画でございます。まあ、ポケットトランペットをかつて今まで僕結構動画出してるんですけれども、結構コメントですとか、まあ、SNS、YouTube 以外にもインスタグラムとかいろいろ、はい、他の SNS でポケットトランペットを欲しいんだけどとか、購入を検討してるんだけどどうなのかなみたいな話をよく聞くので、まあ、ちょっとポケットトランペットに関する僕の意見っていうのを、まあ、実際にちょっと吹いてみながら、最近ちょっと出しなかったのでやってみようかなと思います。はい。でこちらのポケットトランペットはですね、J. マイケルというポケットトランペットなんですけど、僕が結構もう中学校から使ってるやつなんですよね。かなりちょっとあれですけど、くすんでますけど、J. マイケルって書いてあるのが見えるかな、見え、薄いから、薄いんだよなこれ。ここに一応書いてあるんですけど、 J. マイケルって、あ、こうすると見えるかな、はい、こんな感じですね。はい、今でも多分売ってると思うんですけど、はい、マスピースは、まあ、もうね、僕がいつも使ってるやつですけど、はい。でちょっと寒いんでエアコンオフにします。はい。でポケットトランペットなんですけども、まあ、普通のトランペットと比べて、まあ、こんな感じですごく見た目の違いがまあ結構ありますね。はい。で基本的にはまあ管の長さは一緒なんですけど、くしゃっていう風にあの管をギュッて縮めた感じなんですよ。でこの間ですね、自分このポケットトランペットを使って実際に演奏してみたんですよ、あの本番で。はい。で、あの意外といけるんですよね。意外といけるんですけど、出せる音色の幅がちょっと少ないなっていうことに気づきましたね。みたいな感じで、結構なんていうのかな、ポップス系は意外といけるんですよね。ただクラシック系はちょっと厳しいなっていう意見を、意見じゃなくて感覚でしたね。なんかちょっとね、うん、クラシック系はちょっと演奏本番で使うのは難しいな。ただあの気軽にパッて吹く分には全然いけちゃうかなっていう印象を持ちました。でトランペットと比べて、まあ、気軽に吹けるじゃないですか、あの気軽に購入できるじゃないですか。ただトランペットと比べてすごく吹きづらいんですよね、こっちのこれと比べて。本来まあこれに慣れてるから吹きづらいっていう感覚もあると思うんですけど、だから初心者の方が買うのには正直おすすめはしません。なんかポケットサイズで可愛いから買ってみようって言ってポケットトランペットだけ持ってる方もいるんですけど、あまりおすすめはしませんね。まずちゃんとしたトランペットの形である程度吹けるようになってからこちらを吹く分には僕はまあいいかなと思います。で、あとはいろんな楽器が売られてるんですけど、基本的には大体3万から5万ぐらいのものが多いんじゃないですかね。あのポケットトランペットって、まあそこら辺のレベルのものであれば、まあそんなにいろんなメーカーの差は個人的にはないかなっていうふうに思ってます。はい。ちょっといろいろせっかくなんでもうちょっと吹いてみようかと思うんですけど、はい、何がいいかな。そう、音程がまたちょっと取りづらいですよね。いろいろこう調整はできるんですけど、高い鳴らぬ音が、
見た目が近いから高い音が楽なんじゃないかっていうイメージを持たれる方がいるんですけど、確かにね、高い音は結構出しやすい。いや、そんなこともないか。比較的出しやすいのかな。ちょっと音程がちょっとすみません、すごく悪いのでなかなか曲を演奏するのは至難の業なんですけれども、まあ意外と演奏はできるかなと思います。ただちょっとクラシック系の音色、クラシック的な曲を吹く時の音色を出すのはちょっと大変だなっていう印象を持っております。はい。まあたまにちょっとこういうポケットトランペットとかね、いろんな楽器もちょっと紹介しながらしていこうかなと思います。まあ今回はね、こちら久しぶりにちょっといろいろ吹いてみたというか、はい、特徴を紹介いたしましたけれども、いろいろとこれからもね、いろんな楽器を買ってレビューしていこうかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは最後にいつものやつやって今日は終わりにします。上に外しましたね。はっ、はい、カットしませんよ。ミスっても続けます